2023年6月初旬から始まったウクライナ軍による反転攻勢作戦においては、特に南部のザポリージャ州でロシア軍が強固な防御陣地を構築しているためにウクライナ軍の進軍速度が遅く、一部の軍事評論家やメディアなどから反転攻勢作戦は失敗したとする論調が高まりつつあったよね。そんな中、ザポリージャ州のオレホボの南にあって、ロシア軍の強固な三重の防衛ラインの内側にあるロボティネを、ウクライナ軍が奪還したことが伝えられ、ウクライナ軍が第一防衛ラインを突破したことが明らかにされているぜ。さて今回はウクライナ軍がロシア軍の強固な防衛ラインを突破した戦法について詳しく解説していくよ。それじゃあ行ってみよう。ゆっくりしていってね。ここまでのウクライナ軍の戦い方について、元ウクライナ軍参謀本部の報道官であるとされているフラジル・ラフ・ゼルジニョフ氏の見解を、日本の TBS テレビが9月7日に報道1930で報じたよ。このフラジル・ラフ・ゼルジニョフがいつ頃参謀本部の報道官として勤務していたのか、あるいは本当に参謀本部の報道官であったのかについては何の確証もなく、ウクライナ軍の状況を本当に知っているのかは疑問が残るところではあるんだけど、その主張は次の通りだね。まずは昨年の2月24日から始まった、今回のロシアによるウクライナ侵略戦争について下方の戦争であると指摘、破壊された敵の下方の数が多ければ多いほど、ロシア軍の利用できる下方は少なくなるため、大砲兵戦は敵の戦闘能力を低下させることができる。として、ウクライナ軍がロシア軍の防御陣地を打ち破り南部ザポリージャ州のロボティネを奪還できたのも榴弾砲やロケット砲などの打ち合いを、ウクライナ軍が制して優位に立ったためであろうとされているのであるが、これは特筆することもない当たり前のことであり、参謀本部の内情に詳しい立場でなくとも語ることができるんじゃないかな。さらにこのゼルジニョフ氏は、ウクライナ軍は空中偵察、後方偵察を使って敵の大砲の位置を特定し、それを射程距離の長い高精度の兵器で攻撃を仕掛け、ロシア軍の戦闘能力を低下させることができ、直近3ヶ月でウクライナ軍は2000以上の火砲などを破壊したとして、これは非常に大きな数値だと述べているが、この数字はおそらくウクライナ軍が公表しているものであり、その信憑性は低いと見られているんだ。ただ、ウクライナ軍の砲撃によって、南部戦線でのロシア軍の榴弾砲や多連装ロケット砲システムが存在を受けていることについては、各方面の報道から事実であると見られていて、実際にロシア軍の砲撃回数が激減しているとの情報はあり、ロシア軍がウクライナ軍の反転攻勢によって下方に相当数の損失を出していることは間違いないと見られているぜ。ゼルジニョフ氏はウクライナ軍が独自に開発した下方の制御システムについても言及していて、2014年ロシア軍がクリミア半島軍事介入した際、圧倒されたウクライナ軍はその後9年にわたって下方の制御システムソフトの開発を行い、そのおかげで下方制御がより正確により短時間に行えるようになり、下方の設置から数十秒で攻撃ができるようになっているとして、その下方制御システムの優秀さを主張したな。このシステムは、GIS アーターアプリとスターリンク衛星通信を組み合わせたもので、アメリカ軍の一般的な砲術式統制システムである砲兵射撃式統制システム TACFIRE や、先進野戦砲兵戦術情報システム AFATDS などよりも優れていることをアメリカ側も認めているね。GIS アータとはスマホからの入力やレーダーによる索敵情報を統合して敵の位置を確認し、さらに、この情報からミサイルの目標座標を最も効果的に攻撃できるように瞬時に判断し、さらに戦場に展開している砲兵部隊にそれらの目標座標を短時間に振り分けることが可能なシステムのことだよ。この GIS アータの導入によって、ウクライナ軍ではミサイル発射命令から発射するまでの時間が、導入以前の10分の1から20分の1にまで短縮され、従来であれば命令から発射まで20分前を要していたものが、命令から一部程度で引き金を引けるまでになっているんだって。部隊への攻撃指令を即断する GIS アータは、その素早い攻撃目標割り当て能力から戦場のウーバーとも呼ばれているみたい。ライドシェアのウーバーは、乗車を希望する顧客に対し、
市街を走行中の車両の中から最も適した車両を割り当てるシステムであるが、この GIS アータも、戦場に展開している自軍の火砲の中から最も適した火砲も攻撃指令を割り当てるシステムであることから、このような異名をつけられたってわけだな。さらに GIS アータは、このシステムを運用する複数の部隊の情報を統合して、効果的な砲撃を指示するために、各砲兵部隊はタブレット画面などに表示された目標に対して指示通りに攻撃を行うだけで、自動的に各砲兵部隊が連携した上で効果的な攻撃が可能となるぜ。そして、例えば榴弾砲と多連装ロケット砲システムマースなど異なる種類の火力によって同じ目標を攻撃する場合に、着弾の時間差の計算も得意としており、これによって3秒以内の誤差で同一目標に着弾させて敵陣を弾幕で包む、TOT タイムオンターゲット同時弾着射撃と呼ばれる攻撃手法を取ることもできるらしい。またウクライナ軍では GIS アータをミサイル攻撃での有用性だけでなく、兵站や通信のサポートなど幅広い業務における活用して進めているぜ。GIS アータをレーダーと連携させておけば、ロシア軍の所在を探知するだけでなく、ロシア軍がミサイルを発射した際にそれを検知して、着弾が予想される地点とそこに自軍の部隊が配置されているか否かを自動的に検出することができるもんね。そのため、ロシア軍のミサイルがまだ空中にあるうちに砲兵部隊に退避を指示することができ、ウクライナ軍の火砲の損害を抑えることに貢献していると見られているみたい。GIS アータの開発当初は、ウクライナ軍が保有していた旧ソ連製の火砲との連携を目的に開発がされていたが、優秀なウクライナのエンジニアはおそらく、西側諸国から供与されている各種の榴弾砲や高機動ロケット砲システムハイマースや、M270 などの多連装ロケット砲システムマースなどとのリンクも実施済みと見られ、反転攻勢作戦においてウクライナ軍の砲撃がロシア軍の砲撃を沈黙させていることに大きく貢献しているものと見られているよ。ところで、ザポリージャ州の戦線において、ウクライナ軍の進撃速度が大方の予想よりも遅いことの原因の一つに、ロシア軍が地雷を濃密に設置した広大な地雷原の存在があるんだ。先日、配下の汚職事件によって更迭されたレズニコフ元国防相は、ロシア軍の地雷原では1平方メートルあたり5つの地雷が設置されているが、この常識を超える数の地雷を除去するための装備が不足しているため、工兵などがロシア軍の砲弾やロケット弾が飛び交う中、手作業で地雷を取り除いているため思うように前進できていないとの状況について語っていたよ。しかし、ウクライナ軍が GIS アータの活用で砲撃戦を制したことによって、手作業による地雷除去が進み、そのためにロシア軍が三重に構築した防衛ラインの最初の一つを突破できたとされているぜ。ゼルジニョフ氏によると現在ウクライナ軍の最前線の部隊は、トクマクまで 23km の地点まで迫っているというな。しかし同氏は、第一防衛ラインを突破されたロシア軍は、急いで第二、第三の防衛ラインの強化を図るとの見方を示したほか、トクマク周辺に援軍として第76新鋭空挺師団が投入されたことについて触れ、ヘルソン州に展開していたとされる第7新鋭空挺師団もトクマクに移動していると指摘して、ウクライナ軍のトクマク奪還戦は非常に厳しい戦いになるとしているらしい。そして、ウクライナ軍がザポリージャ州において反転攻勢作戦の目的を達成するには、秋の雨季を迎える前にトクマク及びメリトポリ奪還を果たさなくてはならないんだけど、それらについては戦況から見て難しく困難であろうとの見方を示したよ。それじゃあ今回はこの辺で、よかったら、チャンネル登録してね。